いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、もりもりです。お久しぶりになります。早速なんですけども、今回はですね、 Google Earth Pro を使ってビジュアルを重視したプレゼン用のマップみたいなものを作っていきたいなと思います。完成は今こんな感じで写しているので、手順を一から説明していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで最初の Google Earth Pro 開いたらこんな画面になってるかなと思います。じゃあ、閉じるを押して、ここからね、自分の好きな場所をね、検索していって敷地を取りに行こうと思います。今回僕は去年セナと行った、福岡の、アクロス福岡ら辺のね、中洲ら辺の地域をちょっと見ていきたいなと思うので調べていきますね。はい、これで出るかな。はい、ということで近づいたら、まずなんですけど Google Earth Pro の方の設定画面からですね、ナビゲーションのところ行きます。で、このナビゲーションのズーム中の自動傾斜を無効にするっていうのをチェックを入れてやっていきますね。これで、真上からの画像を撮ってくるというふうにします。で、今この中洲のボタン邪魔なんで消しておきます。で、きっと最初ね、ここら辺とかにもいろいろこの場所とか写真とか、道路とかっていういろいろチェック入ってると思うんですけど、今回もう僕は全部外して単なる画像だけにしようかなと。で、建物の 3D 表示はちょっとどっちにしようかなって迷うんですけど、今回は 3D がない方が多分綺麗だと思うんで、ここは場合によって変えていったらなと思います。では早速ね、この画面を、高画質でね、保存して編集まで持っていきます。じゃあね、ファイルから、保存ですね。で、イメージを保存をクリックします。するとね、上にこうやって出てくるん で、まずオプション選択しますね。で、ここにタイトルと説明とかいろいろチェック入ってるんで、この辺はもう全部消します。このスタイルもこのままで OK です。次は解像度の方ですね。これは現在はこのサイズ感になってるんですけど、一番フルのね、高解像度で持ってきたいんで最大にしておきますね。で、ここまでできたら画像保存をクリックします。ここであとは名前を決めて自分の入れたいところに入れてもらって、じゃあこの後はもう Photoshop に移動しますね。はい、ということで Photoshop の方に移動してきました。最初ね、画像を入れるとこの状態になってるかなと思います。で、今回僕完成形をもう作ってるので、一応見ておくと、マップの道路は白い線で塗っていて、木と川の部分はちょっと色を濃くしてると。で、それ以外は少し薄めの色にしておいて、敷地の部分は強調させるみたいな感じでやってます。で、これをね、作っていきたいんで、まずは道路の作り方を説明していきます。で、じゃあ背景のね、このレイヤー鍵の部分クリックで外しておきますね。道路の作り方なんですけども、ちょっとズームしてみて、ズームしていってペンツールを使ってやっていきます。こちらですね。今回シェイプにしておいて、塗りはなしで線で、ポイントは28ポイントにしておきます。この設定でやっていくんですけど、道路の部分をペンツールでクリックしていくだけ、これだけで道ができていくと。こんな感じですね。はい、どうですかね、いけてますよね。これで1本できました。終わりはエンターで終わります。これを繰り返して、さっきみたいな道路を作っていくという感じになってます。ひたすら本当こういう感じでクリッククリックでやっていくという感じですね。別に他のやり方もあるんですけど、一旦これが簡単なんで、これで説明していきます。やり方が分かったら作業はできると思うんで、ここはもう飛ばして次の工程に移っていきますね。次なんですけど、この完成を見るとですね、緑と川と敷地以外はもう薄い色になっていると思うんです。なんでこの元の画像もそのさっきの部分以外はちょっと薄くしてトーンを下げていきます。じゃあまずは右クリックで新しいレイヤー複製しておきますね。じゃあこのレイヤーを使ってどんどんやっていきますね。でも今回ちょっと名前は変えずにどんどんやっていきます。じゃあ先に緑の部分を作りたいなと思うんで、緑の部分だけ選択していきます。で、その方法が自動選択ツールを使います。こちらです。で、何もないこの画面の上で右クリックを押すと色域指定というところに行きます。で、これで、色を選択していくんですけど、このスポイトマークで緑の部分を押しますね。するとこんな感じで右側では白くなっているところが今選択されたよっていう状態です。で、この緑色をどんどん選択して、もっと増やしていくというふうに、この木の部分を全部選択していきますね。その際このプラスマークを押しておくと勝手にどんどん増えていくので、このまま緑部分を押していってですね、こんな感じで、緑の部分とか、だいたいこの黄色の部分ですね、こっちもですね、この辺を選択していくと。で、ある程度選択できたら、これでね、大体の範囲、ここが緑や、ここ緑やって、この辺も緑でっていう、この強調させたい部分が選択できたら、もう OK をしてあげます。で、ここで選択を間違ってしまった場合は、許容量を上げたり下げたりして調整していくという感じですね。下げていくと、選択範囲が少なくなっていきます。
です。上げちゃうと逆に、もう許容、何でも許容しちゃって全部選択とかになっちゃうんで、まあ大体ね、30ぐらいで止めておくといいかなと思います。さあ、これで一回 OK 押しますね。それと、まあこんな感じで選択画面になりました。このままですね、下のレイヤーマスクを追加っていうのを選択します。すると、緑の部分だけが表示された状態になっています。それ以外のこのちょっと雑な部分は、消す方法もあって、ブラシツールに持ち替えてあげて、このレイヤーマスクなんですけども、黒の部分は見えてなくて白が見えてるんですよ。なんでこの黒色で塗ってあげると、消えていきます。こんな感じで。いらない部分。すごいですよね。こんな感じで消していって、緑の部分だけ残すのもありやと思います。ちょっともう全部やるのもあれなんで、もここはこれぐらいで OK にしといて、次ですね。もう一回この下のレイヤー。複製しておきますね。じゃあですね、この緑の部分、まあ、グリーンにしておきましょう。はい、で、この背景のコピー2つ目ですね。これをさっきグレースケールにしてから上のグリーン、緑色を強調させていきます。なんでこいつの上に、下の調整レイヤーから色相サイドを選択して、サイドをね、マイナス100まで持っていきます。するとこんな感じで、緑以外が今グレーになりましたね。これ成功です。でもう一回、緑をね、このままだとまだ緑の色が悪いので色を良くしていきます。調整レイヤーから色相サイドを選択します。で、今この緑だけに調整レイヤーをかけたいので右クリックでクリッピングマスクを作成しておきます。で、もう一回この、半月マークダブルクリックで色味をね調整していくと。で、まあ、この色相サイドとかを触ってあげると色が変わっているのが分かると思います。これで自分の好みの綺麗な緑色になるような調整を自分でちょっとやっていってください。やりすぎても変になっちゃうのでその辺はね要注意ですね。こんな感じで、これで少しね強調されたかなと思います。はい、じゃあこの部分は目のマーク右クリックでグリーンにしておきます。で、まあ、この色相サイドもクリッピングマスクしておきますね。で、こいつはちょっと非表示にしておいてこの背景のコピー2の編集をしていくんですけど、次はですねこの皮の部分をちょっと選択していきますね。この選択で、さっきと同じように自動選択ツールでね、皮の部分を押していくと、どんどんね、こう近い色を選択していきます。こんな感じですね。ちょっとこの空いちゃう部分、細かい部分っていうのは後でやるので、一旦この辺でできたら、このままですね、調整レイヤーのところに行って、今回はカラーバランスをします。今の選択範囲のカラーバランスができました。これはちょっと上に持っていきますね。はい、じゃあ皮の色を変えていきます。ダブルクリックで選択して、一旦これぐらいにしますね。はい、でこの部分ですね、ちょっと隙間空いてる部分、この綺麗にできてないやんけっていうところはどうしたらいいかっていうとですね、このレイヤーマスクのところをクリックした状態でブラシツールに持ち替えて、この部分ね、今黒隠れてますね、白色に変えてあげてからクリックしていくと塗れるんですよね、この同じ色で。はい、こんな感じです。まあ、これを繰り返していって、この隅々まで塗っていくと。もっと細かく塗りたいって人は、まあ、以前ね、着彩動画でもやったんですけど、選択範囲をあらかじめ決めてあげてから、そこに着彩していく。まあ、そういうやり方でやっていってくれたらなと思います。今回はもうある程度見えたらいいんで、そんなに細かくやらずに。はい、まあ、これでね、細かく塗っていくこともできます。はい、で、こっからなんですけども、まあ、皮はね、色変えて、もう少しね、リアルにしたいと思うんで、このレイヤーをダブルクリックします。ダブルクリックすると、レイヤー効果っていうものが出てきます。でシャドウの内側を選択します。はい、ここでねちょっと皮の部分見ておいてほしいんですけど、影がね内側にできていくんですよ。距離をちょっとつけてあげて、まあ、サイズもちょっとつけてあげるとですね、この辺に薄く影ができているの分かりますか、ね、これすることでよりねリアルにのっぺりした感じがなくなって影ができると、まあ、色黒でモードが上座にしてます。一旦話してみるとこんな感じです。ちょっとこれで皮岸の部分とこの皮の部分の影ができたんで、ないバージョンこれですね。で効果つけたバージョンがこれです。絶対これあった方が綺麗です。これ付け加えるだけでもリアルにこの地形がね表現されてるかなと思います。で、これでほとんど完成です、ね、さっきのねこの灰色のグレースケールもチェック入れておいて、この緑の部分とこの皮の部分じゃあ、やっておきましょうか。青色にしておきますね。皮の部分もできて、あとでもこれだとちょっと色悪いんで全体にちょっと白くね敷地と緑と皮以外の部分はちょっと白くしたいなと思うんで、調整レイヤーの別塗りを選択して、ここで真っ白な状態にしますね。で、このグレーの上に持っておきます。グレーの上に持ってきてこいつの不透明度をちょっと下げていくと、
まあ、一旦30ぐらいにしておきましょう。こんな感じで表示されます。はい、こんな感じですね。あと、まあ、線表示させたいので、まあ、線作ったやつも表示させたらこんな感じになっていて、でこの部分を敷地にしたいので、まあ、先作った線でこう選択ツール、まあ、何でもいいんですけど、自分の敷地にしたいところだけ、まあ、選択していくと、道路の間だけが囲われているので、まあ、自動選択ツールで敷地の形に選択できました。でこの状態でベタ塗り選択してもらって、でここで自分のつけた色、まあ、ちょっと今回じゃあ深緑ぐらいにしてみて、こういう感じですね。40とか50とか。じゃあこんな感じで深緑色になります。変えたかったら、色変えたかったら、ここダブルクリックして、色も、こういう風に色も変えていけるんで、これでもう完成ですね。はい、今こんな感じで、全体の作り方、分かってもらえたかなと思います。まあ、道路の作り方はペンツールでこう引いていって、道路を作っていくと。でまあ、木とか川の部分はちょっと強調させてあげたりとか、で他のまあまあ関係の薄い街並みのところはまあグレースケールにしてあげて、まあ、全体最後白で上から塗ってあげるみたいなことをしてあげると、まあ、最初ねこんな感じのちょっとビジュアル重視のプレゼンシートに載せるような、ポートフォリオとかに載せるような、そういったマップの作り方でした。はい、ということで今回以上になるんですけども、まあ、この動画も良かったよとかあれば、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントもたくさん待ってるのでお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。